どうもこんばんは、パラスティカの豆だと澤出です。今日はみんなに韓国の女子たちで流行ってるアプリを紹介したいと思います。実際に韓国の女の子たちが使ってるアプリを皆さんとシェアハピしていきたいと思います。シェアハピー、キャプチャー写します。はいよ、パラスティカ。まず一つ目、ルックスというアプリです。はい、知ってた？知ってた。あ、本当？うん。このアプリの特徴はこういう風にフィルターがいっぱいあるんだけど、うん、すっぴんでもね、うん、化粧してるみたいに撮れるの。はい、これは万能だよ、みんな。すごいよね。いつものメイクじゃない。そうそうそう、韓国女子とかは、うん、自分にこういうメイクって合うのかなみたいな感じで、試しみたいな感じができるから、うん、使う人が多いらしい。服とか買うときに試着室で、うん、この洋服にこういうメイク合うかなってやるらしいよ。頭良すぎじゃない？ねね、あの子たちすごく頭がいいよね。頭良すぎ。パラスティカ2つ目、次もカメラアプリなんだけど、うん、今度は食べ物を撮る専用のアプリ、フーディーっていうアプリです。食べ物が今ないんですけど、とにかくね、フィルターの種類がいっぱいあるの。すごい、めっちゃ加工の種類が超いっぱいある。そう、20個ぐらいある。はっきりくっきり映るから、うん、多分こう食べ物を撮った時にすごく美味しそうに映るんだと思う。後日フーディー使ってみたんですけど、もうお気に入りすぎて、写真を撮るときはだいたいこのフーディーを使ってます。食べ物以外でも結構いい雰囲気の写真が撮れるので、インスタグラムで大活躍です。インスタグラムとかに食べ物の写真をよく載せる女の子たちは絶対にこのアプリが携帯の中に入ってるらしい。フーディーという食べ物を撮る専用のアプリでした。パラスティカ、最後3つ目。はい、これはカメラアプリではないんだけど、うんうん、スタイルシェアっていうアプリです。日本でさ、ウェアっていうさ、うん、あー、あるね。みんなの服装を載せる、うんうんうん、あのアプリがあるじゃん。あるあるある。それの韓国バージョンみたいな感じで、へー、ユーザーのほとんどが一般の韓国人の女の子たちだから、うん、実際に韓国でどういうファッションが流行っているかとかがこのアプリを見ればわかる。で、これインスタみたいにいいねを実際に押したりとか、うん、コメントを書いたりすることもできる。これさ、あれだよね、本当にその子たちがアップしてるからさ、本当に最先端の流行りがわかるね、うん、これなら。そうそうそう。パラスティカ、今日は澤出さんが3つアプリを紹介してくれました。この3つを押さえとけば、うん、ちょっとね、流行りを、韓国の女の子たちの流行りを押さえられると思うので、うん、ぜひ気になる方はチェックしてみてください。はい、下の概要欄に私たちのインスタグラムのアカウントが載ってます。この動画が気に入っていただけたら高評価と、まだされてない方はチャンネル登録ぜひしていってください。以上、パラスティカでした。